小湊鉄道長南営業所は、千葉県長生郡町南町長南に位置する小湊鉄道バス部の営業所である、長南本所は、茂原駅発着の路線を主に担当する。当初の管轄下に、大網白里市、白子町内の路線を担当する白子車庫、大滝町周辺の路線を担当する大滝車庫、勝浦市内の路線を担当する勝浦車庫、並びに、 車両配置なしで折り返し待機のみの茂原車庫がある。内は共同運行会社、全路線、IC カード利用可能となっている。大滝羽田空港、品川線ふるさと納税の寄付金を財源として、開設された路線である。大滝町が赤字分を補填する条件付きで同庁と、小港鉄道、京浜急行バスの間で協定を結び、運行開始。大滝から都心への通学客や、 団体利用客に対しては、大滝町から、運賃の一部の女性が受けられる。また、大滝町在住、在勤、在学者から、体験乗車レポートを募り、広報誌などで紹介するという試みも行われている。東営業所の管轄エリアである御宿、勝浦、大滝を発着する路線であるが、それまでは、鴨川日東京成の二者共同運行だった。 市原鶴舞バスターミナルで、羽田空港、横浜駅方面へのバスの乗り継ぎが可能である。白子車庫は、東金駅発着便のみを担当。駅名については、旧国名の、数差を省略して表示している。茂原駅発着路線長南営業所、発着路線カズサ牛久駅、市原鶴舞バスターミナル発着路線大網駅、発着路線本能駅、発着路線茂原駅。 八着路線もばら駅八着路線かず一宮駅八着路線かず牛久駅八着路線勝浦駅八着路線大滝地区八着路線勝浦駅八着路線ここでは乗り合いバスとして継続的に定期運行されている実績があるもののみを記述する暴走里山5、君津市、市原市、大滝町からの委託による周遊観光路線 JR 久留里線と小港鉄道 泉鉄道の連絡による観光ルートの開拓を目的に2016年から9月下旬から12月上旬の秋の観光シーズンに運行されている。2017年は養老渓谷駅カ佐中野駅間が延長された。日東交通木更津海有営業所との共同運行で運行期間の土休日のみ運行。東営業所では秋の運行系統に加え、 ゴールデンウィーク期間に別ルートによる、ヨーロッケ国駅清水渓流広場系統も運行した、茂原駅発着路線カズ一宮駅、発着路線和佐牛久駅、葛浦駅発着路線茂原羽田空港、横浜線から大滝、葛浦方面への乗り継ぎを目的に開設された路線であったが、葛浦東京線に小港鉄道が参入し、 市原鶴舞バスターミナルでの乗り継ぎ利用が可能となったため廃止となった。八幡宿駅や周り木とカ佐サ宿駅大滝車者の間にある路線であった。先日のミレーニアカツラ線の運行開始に伴い廃止となる。その代替として翌日よりカツラ市デマンドタクシーの運行を開始している。カズ中野駅発着路線コミュニティバス先日のカツラ市 デマンドタクシーの運行開始に伴い廃止となる。一般路線車一般路線車は国内4メーカーを揃えている。塩田営業所からの転属車が多くを占める。また、2013年現在でも、一般路線車のバリアフリー対応車両は一部の小型車のみで、2ステップ車が多数配置されており、九十九里鉄道とともに、千葉県内では珍しく、床が、 木製の車両の比率が現在でも高いのが特徴である。2014年以降は塩田営業所から転属のワンステップ車もあり、経年者を少しずつ置き換えている。長南本所と白子車庫は大型車が、大滝車庫と勝浦車庫は中型車が多く配置されている。高速路線車は交通系 IC カード対応であるが、一般路線車は交通系 IC カード非対応のため、 2010年以降の塩田営業所からの転属者は、運賃箱を IC カード非対応のものに交換し、中扉、または後扉の IC カードリーダーを撤去している。ABC、4月半減、大滝品川1日3往復に高速バス、運行会社1社撤退9月には、全廃見通し。千葉日報、2020年1月22日閲覧、AB、 直通高速バス大滝、品川間の開業予定について、広報大滝2015年12月号ナン、no. バー 567P4 大滝町、2016年1月1日閲覧、大滝、品川間高速バス体験リポーター募集、全体のお知らせ、大滝町、2018年4月23日閲覧、519茂原駅、 三井アウトレット線の運行開始。小港鉄道。2018年5月19日閲覧。ありがとうございます。